北朝鮮が日本に賠償と再発防止を要求、漁船衝突事件で、本日、北朝鮮の外務省報道官が、日本の水産庁の漁業取締船と北朝鮮の漁船が衝突した事件に対し、取締船が正常に航行していた北朝鮮の漁船を沈没とした。生命の安全は重大に脅かされた。 今回の事件の責任から日本は絶対に逃げられないと主張し、日本政府に対して賠償と再発防止策を要求しました。さらに日本政府が衝突の原因は北朝鮮漁船にあると世論をミスリードしているとも主張しております。こちら G 通信の報道でございますが、現在日本政府は 北朝鮮の漁船がぶつかってきたと説明しており、15日以降に衝突事件の映像も公開する予定でございます。こういった北朝鮮による密漁、現在ロシアが取り締まりを強化しているため、今後、日本で北朝鮮の密漁がさらにですね、悪化してしまう可能性がございます。 日本政府にはこういった密漁の取締り体制を強化していただき、これ以上日本の資源が北朝鮮によって盗まれ、また現場で取締りを行っている水産庁などが危険にさらされないように、体制の強化と徹底した取締りを 行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。